平野ノ仕様、1093月14日23時30分から張り替え、中、もうずく完成。デジタルハリウッド大学からボシュロムへのバトンタッチが行われたことは、私にとっても大変興味深い出来事でした。この出来事は、単なる企業間のパートナーシップの移行以上のものを象徴しているように感じられました。それは、渋谷109という場所が、新たな時代の幕開けを迎える兆しを示しています。今日は、 渋谷109での平野紫く君の活躍についてお話ししたいと思います。昨日、3月14日の23時30分から、渋谷109では平野紫く君の新たな広告が張り替えられるという情報が入ってきました。早速行ってみると、その姿はもうずくのように新鮮で素晴らしかったです。渋谷109は、東京の若者たちにとっての象徴的なショッピングセンターであり、 その場所がボシュロムによって引き継がれるというのは、まさに歴史の転換点と言えるでしょう。しかし、この出来事は、単に組織の交代ではなく、その場所の象徴的な意味をより深く考えさせられるものでもあります。渋谷109という場所は、日本の若者文化の中心地として長い間存在してきました。その歴史は、多くの人々にとって特別なものであり、そこでのショッピングや交流は、彼らの生活の一部として根付いています。 そして今、その場所が新しい所有者に移り変わるということは、多くの人々にとって感慨深いものでしょう。しかし、この意向が単なる所有者の変更に止まらないことは明らかです。ボシロムは、眼科製品の分野で世界的に有名な企業であり、そのブランドが渋谷109という場所に関わることで、新たな文化や価値観をもたらす可能性があります。眼科製品という分野が、若者文化とどのように結びつくのか、 これまでに考えたこともなかった疑問です。また、この意向が示すのは、企業間の単なる提携や取引以上のものです。それは、異なる業界や文化が交差し、新たな可能性や創造性が生まれる場を意味しています。渋谷109の新たな所有者が、どのようにその場所を活用し、発展させていくのか、これからの展開がますます興味深くなります。このような出来事は、 単なるビジネスの移行という枠組みを超えて私たちに新たな視点を提供してくれます。それは歴史や文化、そしてビジネスが交差する場面において私たちがどのように変化し成長していくかを考えさせられるものです。そしてこれからの「渋谷109」がどのような新たな物語を紡いでいくのかその展開がますます楽しみであり興味深いものとなるでしょう。この出来事が、 渋谷109という場所の意味を私たちに再認識させるだけでなく、異なる業界や文化が交差するときに生まれる新たな可能性や創造性について考えさせてくれます。これからの展開がますます楽しみであり、興味深いものとなることは間違いありません。渋谷109での平野史洋くんの広告は、ファンにとって待ち望んだ瞬間でした。彼の魅力がさらに広まることで、ますます楽しみが増えました。 このような素晴らしい出来事を通じて彼のファンとして本当に感謝しています。紫輝くんの広告が渋谷109に新しく掲示される光景はまさに感動的でした。このような素晴らしい出来事を通じて彼のファンとして本当に感謝しています。彼の魅力がますます広がり、ファンとしてはこれ以上ない喜びですね。 最後に、この出来事が私たちに問いかけることは、ビジネスや文化の移行がどのように私たちの日常生活や社会に影響を与えるのか、そして私たち自身がその変化にどのように対応するのか、ということです。これからの展開がますます楽しみであり、興味深いものとなるでしょう。